はい、4月10日、おはようございます。今、浅草の近くの田原町っていうところに来ています。全くライブには関係ありませんよね。何をしに来たかなんですけど、4月の17だっけ？今日特にライブも何も予定がないので、どうしようかな。で、なんか、あるなと思ったら、花国立の宮川愛理のライブなんですが、チケットは手に入る見込みがないので、適当に時間潰すかなと思って、浅草に温泉があるみたいなんで、そこ行こうかなと思って今ここに来てまいります。という感じで行ってきます。はい、今浅草の温泉に着きました。銭湯なのかな？すごい入り組んだところにあって、わかりにくいです。よう、こんなところに。来れたので、というわけで行ってきまーす。はい、では天然温泉茶ほつの湯入ってきました。気持ちよかったです。今浅草駅に向かって歩いている最中です。ちょっと街並みを撮影します。もともと10年ぐらい東京には住んでたんですけど、
その時には浅草なんてそんな来なかったんで、仕事で来たりとかで、全部で多分1、2回とかしか来たことがないんですけど、こうやって改めていろいろ見てみると不思議ですね。雷門まで来ました、ね。まあ関係ないですけど、ね、誰も来てしまったので来ちゃいました。曲もわからん、何もわからん、どうしようって感じですが、まあなんとかなるでしょう。